野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、沖縄にやってきました。なんといっても、沖縄、かなり暑いです。ね。いい天気でしたし、まあ、宮崎はね、一クールずっと雨でしたけど、まあ、このクールはね、天気はそうですけども、沖縄はめちゃくちゃ日差し強いです。皆さんぜひ、沖縄に来る方はですね、日焼け止めとかね、この日差し対策、ぜひね、してみてください。かなりね、暑いっていうね。まあ、ところでね、まあ、今日からね、沖縄キャンプ、視察っていうね、ところでスタートしましたけども、今日はね、ヤクルトスワローズね、ブラッドウェイキャンプに、行ってまいりました。まずね、ウォーミングアップ、9時ね、半スタートというところで、まあ、ウォーミングアップから練習ね、見させていただきましたけどもですね、まあ、なんといってもね、結構元気あるなっていうね、まあ、声出てるなっていうところで、まあ、一番のね、ポイントはですね、まあ、今日も日刊スポーツのね、評論にネットの記事がありますから、ぜひ読んでください。そしたらさらに詳しくね、書いてありますから。ね。そこでね、シートノックね。シートノックがね、めちゃくちゃね、元気。だからソフトバンクから来たね、松田、熱男後継者ね、松田のね、元気やっていうね、評判聞いてたから、その松田がね、どこまで元気なのかなっていうね、楽しみに見ようと思ってたけども、松田もめちゃくちゃ元気でね、声出してんだけども、他の選手もめちゃくちゃ声出してるから、それがね、何十層、20層、30層、50層、何十層にもね、奏で合ってね、声が出てるから、そのね、松田も元気に声出してんだけども、わかんない。正直。他の選手にかっけされて。で、それぐらいね、かなりね、元気に活気あるね、キャンプの練習してるんだと。まあ、その中でね、佐藤が今日ね、注目したポイントはね、シートノックっていうね、ところで、非常に、キビキビとした、動きっていうのもあったし、そのね、外野から各塁への返球にしてもね、この時期に、シートノックで中継のカットマンね、2枚入るってね、あんまり見たことないんだよね。だからもしライトからホームへ来るっていう時も、セカンドも入って、ファーストもちゃんとバックアップで入って、低投、高投に備えると。でね、低投したらセカンド、高投したらファーストが取りながら、しっかりね、その外野の返球のもと、2枚、常にね、レフト行ったらショート、サード、センター行ったらセカンドと、ファーストだったり、ショートとファーストだったり、必ず2枚、中継に入って、外野手の返球の高投、低投に、備えて、バックアップ体制を取ってるシートノックっていうのは、あんまりね、見えひんなと思って、まあ、それが俺が日頃気にしすぎてないとこかどうかわかんないけども、で、それをしっかりですね、ミスが起きたとしても、最後までね、完結してプレーをやめないっていうところでは、非常にね、実践に基づいた、実践にね、近い中で、この時期に練習に取り組んでてるっていうところは、すごいなっていうところもあったし、内野の守備で対してもね、昨年ね、ヤクルトのエラー数は、リーグで3位ぐらいかな、チームとしてはそんなに悪くなかったんだけども、やっぱ村上がね、安田の中で、リーグワーストのエラー数っていうところで、まあ、改善しなきゃいけないっていうね、本人もかなりね、特殊な守備練習ね、重きを置いてやってるようですけども、やっぱ村上がね、まあ、三冠王を取って、お金も、ね、年俸めちゃくちゃ高くなって、正直ね、王様気質になってドーンってね、座ってても全く問題ないね、まあ、そういう風なタイプの選手がね、結構いる中で、声も出してめちゃくちゃ先頭に立って、そういうね、ドーンって座ってるっていうよりも、声でね、選手たちを盛り上がりながら、引っ張りながら、めちゃくちゃ声を出してね、シートノックなりね、投内連携なり受けてるっていうところはね、めちゃくちゃやっぱりね、気になったし、わ、これさすがだなっていうね、まあ、村上の人間性もそうだけども、そういったね、まだまだ向上していこうっていうところがね、デーンってするじゃなく、ね、率先して声を出して、チームを引っ張っていこうっていう姿勢にはね、すごい今日ね、印象付けられたなっていう思いがありますね。そしてね、その村上が声でね、盛り上げて、声で引っ張っていく。そしたらね、周りも負けじとその声の連携が取られていって、それが先ほど言ったね、何十層、二十層、三十層、四十層、五十層って言ってね、何十層にもなって声がね、グラウンドで響き渡るっていうところでね、いい意味で緊張感もね、ありながら、一つのプレーで、ね、投内連携でも一つのプレーで、いいプレーが起きたら、全員がそのプレーをね、称賛して、その選手たちのテンションが上がって、そして一つのプレーで失敗したら、それ全員がね、そのプレーに指摘したり、ちょっとやりを飛ばしながらね、叱咤激励をして、そこに緊張感が生まれるっていうね、ところではね、このなんか緊張と緩和がね、この練習の中でも繰り広げられて、すごいいい意味でのね、時間の流れっていうのか、チームのね、統率が、取れてるように思うし、で村上に対してもね、シートノックでね、いやミスかな、そんなミスじゃないと思うけどなっていうやつでもね、もう一回お願いしますっていうようにね、貪欲にね、自分が納得するまでそのプレーを完結させるっていうところでは、
多少ね、あのミスかミスじゃないかっていうところがね、見てる側にも分からなかったとしても、本人が納得しなかったら、もう一球っていうような貪欲さっていう、これ一つ一つの積み方がね、やっぱりシーズン変わってくると思うから、そういったところのこのキャンプのね、第2クールでも、そういう一つ一つの貪欲さっていうところが村上にあるっていうところが非常にいいしね。で、党内連携でも村上をね、周りがやじりながら、本人も声出しながらっていうところで、そこらはやっぱり村上のね、人間性がめちゃくちゃいいところがね、こうチームのやじられ役っていう、やじれなくなるからね。あんまりドーンと王様気質になっていくとね、そういったところでも目線は一緒で、チームとね、馴染みながら声出しながら、周りもやじりながら、村上もやじりながらっていうところがね、非常に緊張と緩和のね、いい空気感がめちゃくちゃあるなっていう。で、村上にとってはね、バッティング練習終わった後はね、あの特殊もね、今日も引き続きね、やってるところを見れば、やっぱりね、これ一つ一つの趣味のプレーっていうのをね、改善していこうっていうところはね、非常にこのね、まだまだ向上心を持って成長していくっていうところでは、今年のね、村上の、成績っていうのは、期待ね、守備の面でも期待したいと思うし、このままゴールデングラブでいけばね、非常に、いい形になってくるんじゃないのかなと。で、まあ一つね、このシートノックで、それなりね、バックアップもやりながら、実戦に伴いながら、ミスも起きても最後までね、党内連携でも、ミスが起きてもしっかりファーストまで、ダブルプレーの姿勢でもミスが起きたらファースト投げたりとか、プレーをね、ミスが起きて途切れさせるなく、必ず最後まで完結していくっていうね、この丁寧さをやってる中で、注文するとしたらね、この外野手からのホームへの返球、ラストね、シートノックでラスト1球っていうところでは、ね、今はもうホームがね、コリジョンがあるから、キャッチャーが体を張って止めるわけに、ブロックするわけにはいかないと。そうなったらね、内野手が各塁にね、タッチプレイ、ピンポイント投げるように、外野手もね、ホームへ、ピンポイントでね、しっかり投げていかないと、やっぱホームクロスプレイがアウトにできないんだよね。その中でね、やっぱこれ昔からそうなんだけども、このね、多少恐れてもね、あの外野手のホームへのラスト1球の返球は、もうそれにね、多少恐れても、なんか終わっていくっていう、なんか慣例っていうか、なんかね、俺はそれはもう前々からね、こうどうなんやって思いがあるから、やっぱりね、ここまでちゃんとやりきってんだったら、シートノックの外野手の最後でもね、ホームに一人でちゃんと投げれるんだって一人投げれればいいし、投げれないんだったらカットマン使うっていうところで、ホーム必ずね、タッチプレイアウトにしなきゃいけないっていうところでは、コントロールよく、制球よく、しっかりキャッチャーが大きく動かなくても取ってタッチできる返球ができて完結して、外野手のラスト1本のシートノックを割ってほしいんだよね。これ内野で言うと、内野手がね、各塁スローで最後ね、ラストって言って、多少それでもね、あのはい、OK で終わることないじゃんね、内野手はね。だからそういったところで、最後までね、この外野手のこのね、細かいところ、ね、しっかり投げるまで終わらないっていうところ、ここまでね、完璧にできてるっていうんであれば、最後の最後、そこまで爪のね、作業までしっかりやっていくとさすがだなっていうところもあるんでね、そこら辺はね、ちょっと改善点なのかなと。でその後ね、ブルペンに行って、今日ね、ピッチングした選手でいうと、石山、そして、木澤、吉村、そして山野、小川、山本、加山、そしてこの沼田っていうところのね、ピッチングを、見たんだけども、でメンバー表にはね、石川、そして、宮川っていうところもね、西武から来た、載ってるんだけども、でその中でね、やっぱりちょっと目を引いたのがね、巨人をね、占領下になってヤクルトに移籍してきた育成選手をね、沼田ね、これ結構良かったね。まあ、話聞くと、まあ、昨年のね、台湾のウィンターリングも参加してから、こう、キャンプインっていうところで、オフそんなに約束はないでね、こう、キャンプインしてるっていうところで、仕上がっちゃう状態で来てるところがね、今の状態の良さにも繋がってるっていうね、話を聞いたんだけども、ストレートも力強いし、このシュートも源ね、えぐるように投げて、で、スライダー、そしてフォークもね、2つ、小さいフォークと大きいフォークっていうところで、2種投げ分けながら、制球のね、コントロールもいいし、しっかり変化球の時も腕振ってるし、まっすぐも力強いっていうところで考えると、ね、今年やっぱりヤクルト投手陣を、やっぱこう再建していかなきゃいけない中では、この沼田ね、ひょっとしたら、この開幕までに試合下になって、ヤクルトの投手陣に、ね、これ食い込んでいく可能性もあるなと。まあでも、育成だからね、このハードルがね、一つ乗っかってるっていうね、試合下、にね、行くためので、球団もそこはね、試合開始するかどうか人数のね、制限もあるし、その中でどう判断するかっていうところもあるけども、これ沼田ね、ちょっと押していきたいね。こう今日のピッチングではかなりいい形だったから、まあここからね、実戦形式、そして、練習試合、紅白戦とね、でオープン戦、投げていくだろうからね。で、その中でしっかり結果を残して成果を示していくと、開幕までにね、ひょっとしたら試合下になってね、巨人、リベンジやっつってね、巨人戦投げていけばね、かなり面白い存在になるんで、これは沼田投手はね、期待したいなと。
あとね、その横で山野投手がね、ピッチングしてたんだけども、まあ、ちょっと今日はね、フォームのね、バランスをちょっと崩して肩も開いたりね、だからね、肩開かないで、めちゃくちゃ体重移動もしっかりできて、投げた時の、そのストレートの爆発力っていうかね、この威力はめちゃくちゃいいのよ。でもね、それがね、今日はね、今日、コーチの話聞いても、今日は状態悪かったって言ったんで、ちょっとこの波がね、激しいっていうね、ところはね、あるかもしれないけども、まあ、肩故障してね、若干肩にね、負担かからないように、フォームをね、腕の使い方を変えて、まあ、リスタート。まあ、昨年もね、一勝したけども、やっぱりね、この、ハマった時はすごいからね、その再現性をどこまでね、正確にできるかだね。やっぱり横に回ると開くしね、だからこう、縦回転だけども、縦で行かなきゃいけないけども、足と上体が一緒に突っ込んでいくとダメだから、ここ難しいんだよね。だから足を先に行って肩開かないように横回転なく縦に回れればうまくね伝わるんだけども、今日は全体的にねフォームのバランスが悪かったかなっていうね。ハマればね、本当確率的には2割ぐらいだったかな、ピッチングの中でハマればいい球来てたけど、だからそこがね、ここからどう修正していくかね、ちょっと見ものだね。ちょっと左が少ないからね、高橋奎二、そして石川リリーフはね、いや田口が守護神になってから山本がね、もうかなり一人でね、短いのも1イニングも開幕的にもになってたからね、そういったところでは左のリリーバーが欲しいなっていうね。でそしてその近くでね、加山も投げてソフトバンクからね、移籍してきたっていうところではね、だからここがね、セリーグでワンポイントをどこまでこの重要視するかっていうね、セリーグはやっぱりね、ピッチャーが打席に立つからワンポイントで変えるっていうのがね、なかなか難しいんだよね。あとはヤクルトはどっちかっていうと、その野手がね、この守備固めもいる選手が結構多い中、野手の方が登録人数多くなってくるんだよね。でそうするとピッチャーの登録人数が少ないと、やっぱり1イニング完結して投げてくれなきゃいけないっていうところで、多分ね、加山のね、このセリーグに来ての課題は左一冊じゃなくて、やっぱり1イニングを抑える力がいるんじゃないのかなっていうね、ところは感じるね。でも山本が1人リードしかいないから入っていくところはあるんだけどね、ここの人数の兼ね合いがね、パ・リーグはやっぱりピッチャーがね、打席に入んないから、その代打とかね、野手を多くする必要もなくて、どっちかっていうとピッチャーがね、多く登録されているから、そこでね、左に一人一冊とかね、左だけっていうところでね、かなり起用法もね、使いやすいけども、これセ・リーグっていうところがね、この使いにくさがあるから、そこら辺をね、どうチームが考えるかっていうところと、やっぱ加山自身はね、やっぱその1イニングを完結して、右バッターでも抑えれる、投げれていくっていうところを、こうさらにね、成長していかないと、ちょっとね、パ・リーグとセ・リーグはね、この野球のやり方っていうか、そのマネジメント仕方が違うから、そこら辺が課題になってくるかな。でもいい球ね、結構ブルペンではね、投げてたっていうところもあるしね、阪神でいうとね、近本、中野、佐藤輝、左のね、木浪もね、左のいいバッターいるからね、そこではね、非常にね、加山の力っていうのが活かしやすいからね、ここどうかっていうね、ところがポイントになってくると思います。ということでね、まあヤクルトキャンプ、今日ね見てきましたけどもね、そういったところではやっぱりね、これ緊張感の中でっていうところではね、これ大津奪還、日本一奪還っていうところでは非常にね、引き締まったいい練習をねしてるんじゃないのかなっていうね。でやっぱりピッチャーね、やっぱ新しい選手がねこれ出てこないと課題っていうところではね、こういう沼田選手だったり、新戦力のね、移籍組の加山選手だったり、今大西投手もね、いい形でできてるっていう情報を聞くし、やっぱ吉本投手がね、今年グッと、行かなきゃいけないっていうところもあるんでね、まあそこら辺がね、ヤクルト、今季のね、この投手陣の押し上げっていうところがね、課題になってくるかと思います。ということで、ヤクルトの、キャンプ情報でした。ここから1週間、沖田はありますからね、皆さん、こう顔赤くなってきますけど、日焼け具合お楽しみに。それではまた。